こんにちは、丸山です、今日はですね、ライブにお邪魔しております、月光&トカゲパレードの皆さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めちゃくちゃいいロケーション、めちゃめちゃいいところです、ね、やばいよ、めちゃくちゃやばいですね。すごい出やそうなレコードいっぱいあるしね。そう、いいよね。探すとやばそうですね。触るのもちょっと大丈夫かな。確かにインタビューってほど硬くないと思うんで。了解です。じゃあ全然頼みます。インタビューよろしくお願いします。お願いします。なんで急に話聞いてんだって思うと思うんですけど、まずギターのね、黒沢がね、高校の後輩だと。後輩だと。もうだいぶ世話になりました。でリリースのタイミングだし、だから月光さんもなんか実は昔会ってる。実は実はいろいろで会ってました。でもさっき判明しました。そうですね。石井くんも知ってるんですよね。あ、そっか。あ、石井くんもそうだ。ギターの石井くんは最近は会ってないですけど、うちの弟がお世話になってます。あ、そうなんですか。特に懐かしいですね。すごいつながりがある。なんか意外とこうつながりがあるってことでやらせてもらいますという感じで、でアルバムが3月22日ですね。はい、2日リリースされますと。はい、はい、で今日初めて、お客さんの前でやるってことですよね。そうですね。アルバムの収録曲を全曲生演奏で披露するっていう日です、うん、今日は。レコーディングのところからずっと聞いてみたいんですけど、はい、今日どんな感じで撮ってった感じなんですか、今回は。今回でもいつもよりはちゃんとやった。いや、いつもちゃんとやってるんです。結構下準備いつもよりは時間と、うん、場所もちゃんとしたところでクリップローとか撮ったりっていうのと、クリックを、うん、そうほぼ使わないっていうのを今回そうレコーディングでやりましたね。そう、それこそ黒沢が、うん、太郎が、うん、クリックはどうしてもこうレコーディングすると大サビの時にクリックが遅れる。あ、クリックがもたるから。それは邪魔だなって。そうこうされる感じとか。クリックにね、行くな。本当はクリックが正しいんですけど、我々が走ってるっていうのは太郎曰くがクリックがもたる。なんかそもそもね、やっぱライブ感となんか音源感の両立みたいなところってどこがちょうどいいんだろうみたいな、うん、ライブ版にしちゃってもちょっと荒くなっちゃうし、でもあんまりこうインストバンドだからプロダクト感が出すぎても熱量が伝わりにくいのかなと思って、うん、その愛の子が一発撮りちゃんとしたレコースターでクリックを聞かない、まあ、みんなで一斉のれ撮るみたいな。うん、あ、パラで撮ってなくて。そうですね、一応そう、チャンネル自体はパラなんですけど、うん、なんでしょう、ブースも分かれてるんですけど、うん、一応みんな一斉のせで基本のベーシックはクリックを聞かずに撮ってるって感じです。顔も見えるんで。そう、顔も見えるから、そうそうそう、それだけでやね、それとやっぱクリックがないだけで全然バンド感出るなっていう感じではありました、うん、あ、ね、これはめっちゃ面白いんだよ。今すいません、急に始めちゃった。ウィスキーリバーの店主の伊藤さんです。通って使わせてもらって。レコーディングは結構その辺は今までと違う、うん、試みとかは。なるほど。だから先に聞かせてもらって、なんかバンド感がより出てたなって思ったんですけど、うん、そういうとこなのかなって気は。そうですね、なんかね、なんか、うん、今まで結構ピアノが前面に出てた感じというか、うん、月光さんのピアノがより出てたと思うんですけど、もうちょいアンサンブルっぽく、うん、なんか全体バンド全体で聞こえた感じがめっちゃあったんですけど、なんかそういうのって意識したりとかあったんですかね。でもどうだろうね、曲作りももうみんなでやってるし、あとはでもなんかアレンジもここはちゃんとギターを押そうと、ここはちゃんとどの楽器を出そうっていう意思疎通をちゃんとして演奏もしたしアレンジもしたしっていうのがよくちゃんと出てるのかなっていう、これはギターの曲だとか、これはこの楽器が目指す曲だっていうなんか意思がちゃんとみんなで共有できてるのかなっていうのが今回はちゃんとありました。どんな感じで作曲して、なんか変わったところとかあるんですか、作曲も、うん、でも毎度全部、あ、なんか大体、うん、まあ、2人ここが、うん、出してくるリフみたいなところが出発点っていう、うん、出発点は、まあ、こう上物が出すことが多い、
ですけど、うん、まあ、そこからみんなで、うちはリハがすごい多いバンドなので週1回ぐらいリハがあるの で半分ぐらいは曲作りをね、なんだかんだしてるので、なんかみんなでセッションみたいな感じで、うんうん、ワンリフから始まって、そこから各自がこう展開のアイディアとかいろいろ細かい部分のあれを出してってっていう作り方なんで、昔はね、自分一人が持ってきてとかもあったんですけど、最近はないよね。もうなんか、うん、スタジオで作って、スタジオというか、ね、リハで作って、リハで重ねてほとんどリハで作ってます。DTM 使ってこうなんかするみたいな、うん、今っぽく感じではないんですよ。そう、なんか逆行しちゃって、そう、レコーディング前とかやるんですけど、最終的になんかリハでもう固まったところからやるよね、みんなで DTM というか、うん、みんなで卓録を作って、細かいなんかアレンジの練りとか、うんうん、ダビングの練りはそこでやるんですけど、うんうん、ベーシックはもうできた状態、もうリハで作った状態から DTM でやる。まあ、そう、逆かもしれない普通とボイスレコーダーで撮って、ボイスレコーダーで撮ったのが大体iPhone のボイスメモしか済まないですそう、めっちゃ分かります。そう、でもジャズベースだからそれが正しいっちゃ正しい気もしますね。なんかね、とりあえず人間でできないとっていうのもあるし、ライブでやっぱりある程度再現度は高くしておきたいしっていうのはある、うん、ありますね。今回さらにそのジャズなのこれっていう感じがジャズはでも元々そんなにジャズまあそっか出してないっていう、実は実は勝手に枠組みされてるけどみたいな、置かれる棚がジャズな全然その気はない、ね、ジャズっていうのは置かれるんで、うん、やっぱそのジャズそのおかげでじゃないですけど、ジャズ要素ほんのちょびっと入れると多分、あ、ジャズって思われてたと思うんですけど、うんうんうん、結構ジャズ要素はほぼ 5% ぐらいしか多分入ってなくて、うん、インストっていうのが結構日本だったらやっぱジャズにくくられやすい、まあまあ、ジャズの幅が広いと思えば確かに嬉しい話なのかなジャズフェスとかもそれで呼んでもらえるので、うん、それはありがたいですサウンド自体は全然ジャズではないけど、うん、クリック聞かずに一発撮りっていうとこぐらいが、うん、ジャズの良さなんです。かなりなんだろうな、今回ギターがうるさいっていう先輩だから言えるうるさいっていうか、まあ、うるさいの好きだからいいんですけど、うん、全然特にジャーニーとか、もう完全に襲撃、ね、急に襲撃来たって、まあ、俺は高校生の時になんか、まあ、丸先輩に襲撃座を教わってるあ、そうなんだあ、そうか、高校の先輩ってことはそうなるの、あ、そっかそっか、軽音でね、高校のせいで襲撃にハマったんだみたいなあ、マジっすか、言ってるんでここが結構襲撃オルタナ好きなあれなんで、だからそんなにこう拒否感もないし、うん、まあ、みんなそんなにね、その、うん、なんか音楽にこうっていうのがないから、うん、良ければ良いっていうアレンジに関してもギターね、8本ぐらいダビングしても全然問題はないし、あの曲そんな撮ってんすか、6かジャニーの一番最後に、うん、一番最後はめっちゃ音でくれ、6か8ぐらい撮ってますね、パズ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 重ねすぎこの曲もあのパートから最初できて、それこそ作曲、作曲というか休憩前ぐらいのタイミングでそれこそなんか集計やり始めたのに、なんかベースドラム適当に乗せてみたいなしたら、まあかいい感じになった、ここいいんじゃないかみたいなんで、そこが出来上がって、そこをかっこよく聴かせるための曲を作ろうっていうので前半できたから集計だけど、なんか結構進行的になんか結構開けてる感じがあるなと思って、ね、うん、なんだろう、なんかああいう進行ってシューゲイザーだと絶対ないかなって気は、シューゲイにしてはポップっちゃポップ、うん、だから面白いなと思ったり、うん、あとやっぱボルテックス、あ、ボルテックスもでもなんか半分冗談でできた曲みたいな、あれも同じじゃない、なんか一回リハ途切れて太郎がなんかジャカジャカやりだして、そうなんか確かピアノで適当にこれ7でよくねみたいな感じで7拍子、うん、でなんか難しく考えててなんか煮詰まったところで太郎がなんかやけくそな感じであれを入れたらこれがいいんじゃねってあ、そうだ、なんか 7のリフだけどなんか合いづらくてみたいな、なんか、もっと複雑な曲が出来上がりそう、そう出来上がりそうなリハをしてて、そう、うん、で、うん、みたいな、そうかなみたいな、とりあえず一回保留しようみたいな、うん、でしたらそのジャラリフギフなのギフ書き
き鳴らしが入ってむしろそっちを土台に入れ替えてそしたら割とスススッと進む。そうそうそう、こういうこと結構よくあるんですよ。頑張って半日詰めた曲がってなってひっくり返る、一瞬のリフで30分で出来上がるみたいな。アルバム全体通してなんかすげえでかい音で聴きたくなるなと思って、うん、なんか音作りとかもねやっぱ詰めたから、うん、でもなんか痛くない音っていうかは目指した部分っていうか、あくまで結構上品でもあるみたいな、うん、汚さもありつつみたいなところはあるので、ぜひ爆音で聴いてほしいなっていうのは、うん、カーステとかで爆音で聴いてほしいなっていうのはあります、ね、うん、カーステ。各メンバーでなんか作曲で今回意識したこととかなんかありますか？各メンバー一人ずつ。そうです、おのおの、おのおの。あ、でもあれじゃないですか、その去年のマレーシア行って、あー確かに、そう、去年海外マレーシアのフェス行ってきて、そう、バンドの共通認識というか、うん、共有認識がなんか、うん、しっかり深まって、で、まあライブハウスだったりとか、まあ、座って見ていただくところとかも、まあこういう曲があったら盛り上がるじゃないかとか、多分そういうなんか、まあ漠然としたものですけど、そういうのも多分リハの時とか、まあ、ふざけ合いながらでも多分みんな持ってたと思う。それは感じましたね。それこそジャーニーの最後は、そうですね、もうそこに全部行き着いちゃうんですよ。このアルバムは確かにジャーニーに行き着いちゃうんですよ。そう、確かにそんな感じ。あのパワー感とかは、うん、多分今までの感じで作ってても出てこなかったかもしれないですね。それは結構そう、各々が海外マレーシアは電圧が日本と違う高いんで音がすごいいいんですよね。よかったね。でかいし、いいし。そう。だからなんか最近ライブで、まあ、ライブ見た人にしか分からないですけど、あの千のナイフって曲をライブでよく、あの坂本龍一さんのナイフのカバーを我々よくやってて、まあチアートウトカゲってアルバムにも入ってるんですけど、あの最後最近すごいこうもう決まったなんか決まり文句みたいな演出を、うん、演出というかアレンジをしてるんですけど、それはマレーシアで偶発的に生まれちゃったものがすごいよくハマって。あの最近でもずっとやってるんですけど、 それなんかそこで生まれたものがなんかこれがなんか正解が偶然生まれたみたいので、それをそのままもう今でもずっと、お決まりのものって結構気持ちいいじゃないですか。バンドがやってる、あ今回もこれやってくれたって気持ちいいじゃないですか。なんかそれがマレーシアの時に偶発的にできて、なんかそれを一つ持てたなっていうのとか、うん、そういう強みとかも、だかそういうなんか偶発的に生まれたものをキャッチする力みたいな、だからそれこそあの、うん、ジャーニーに行き着くんですけど、そうジャーニーとか、まあでもボルテックスとか、なんかこう偶発的にふざけててでも生まれたやつをなんかみんなであれそれじゃねみたいな、それが正解なんじゃねみたいなのをみんなでキャッチする力みたいのは、でもやっぱライブで培ったのかなっていう部分は、作曲とそれを言うのかっていうとあれですけど、そうセッションと作曲の間みたいなっていうのはあるかもしれないです。今後のなんだこのバンドのイメージを、はい、ちょっと一人ずつ聞いていこうかな。一人ずつ。じゃあスバルから言ったら、うん、はい、話の途中も出てきたんですけど、やっぱそのバンド感がインストってそのバンドっぽくなりづらくなると思うんで、やっぱり綺麗に作ったりとかするんですけど、うん、そのバンドっぽさ、バンドっていうのがこう今回のアルバムでは割と全面出たと思うんで、それもうちょっとこう詰めてとか出せるようになって、また海外でいろんなとこ回れたらなっていうのがあります、うん、はい。まあでも似たような感じで、本当バンド力っていうものを、あとはこれからはそれがあるけど見てもらう機会を増やさなきゃいけないなと思ってるので、うん、そういう露出する機会っていうのをもちろん呼んでいただくのもありがたいし、自分たちからでもどっかに出ていくっていう機会をいっぱい自分は増やしたいなと思ってます、はい。僕もそうですね、あの今回のちょっとアルバムでそのバンド力っていうのが前面に出せたことによって、よりもっともっと交流、いろんな方たちも交流していきたいですし、それこそ日本各地に飛んでいったりとか、最終的な海外とかっていうのも視野に入れて頑張っていきたいと思っております。バンドは攻撃だと思ってる。脳筋が最後の持ってきてよ。バンドは攻撃だ。ライブは汗をかくべきだ。ジャズバンドがなんかさらっと演奏するみたいなイメージは取っ払って、バンド力をやっぱ見せつけてやりたいなと。
今後もって感じですかね。はい、はい、そんな感じです、ありがとうございます。じゃあ今回は、ゲコ&トカゲパレードの皆さんでございました。はい、ありがとうございました。